こんにちは。今回は僕の心のヤバいやつ第10話に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。それではどうぞ。始まった渋谷デート編が。ファッションセンス、市川不審者ファッションで草。クリスマスで集合、許せないね。私服アンナちゃんクソ可愛いね。山田の私服可愛すぎるだろ。コロッケ食ってる姿で確定。こんな時でもご飯は欠かさない。とりあえずもぐもぐは忘れない山田可愛い。コロッケ必死で食べる。イッチが絵に描いたような不審者。クリスマスイブだからねって言わない山田よ。クリスマスイブだから会ってんだよ。付き合っていないのにクリスマスイブにデートしてるじゃん。クリスマスに渋谷で山田と会う素晴らしい。クリスマスイブ意識してないわけないだろ。山田めっちゃ気合い入れてるな。ストーカーそのもの。市川黒いマスクに合ってる。市川くんのツッコミ冴えてるな。マスクはいいとしてフードはな。マスク取った時の破壊力やばすぎだろ。女子かよ。本作で一番可愛いのは市川くんのような気がしてきた。顔が見れて嬉しい。山田可愛いな。後ろのアベック距離の近さ絶妙すぎん。もうカップルやん。こんなんもうデートじゃないですか。どうしよう、もうニヤニヤが止まらない。 TBS じゃないから王様のブランチとは言えなかったね。これは紛れもなくデートだろう。早くも山田が可愛くて心臓が持たないぞ。完全にデートだし完璧にカップル。山田はがっつりデートのつもりです。初デートという認識なんですね。市川が鈍感すぎておもろい。イッチを見上げたかったのと女子の隣がやだっていう山田可愛い。身長差を気にする山田可愛い。山田視点のストーリーも見てみたいな。なんだよーの言い方可愛すぎる。ハイヒール履いていくオーバーキル。山田ママ本当に大好き。山田ママちゃん付けは可愛いって。ママに嫉妬きたー。私には言ってくれないのにってことか。可愛いって言ってほしいんだよ市川。こういうとこクソ高いよな。まあ高いよな。中学生には。確かにおやつに1000円は中学生には痛い。これは高校生でも大学生でも社会人でも高いぞ。黒好きなんだねってやめてあげてよ。趣味がこうむってるアピール。このいたたまれない感じ市川わかりすぎてつらい。と言うと刑事の尋問。ふん、でかい。現役プロモデルに公爵しだれるな。やらかしポイント減点なし。選択肢間違ってたことには気づいてるのな。モデルに対してファッション論を語ってしまう。そろそろカンストじゃね。ブラックコーヒー苦いよな。市川の顔を覗き込む山田可愛い。まあ生き慣れてないところは緊張するよな。マジでうまそうだな。深夜だし。これ1500円ってむしろ安くないか。え、フードファイターですか。一口が大きい。よう食べるね。幸せそうな山田さん可愛いな。大口で食べる女山田。美味しそうに食べるなこの子は。美味しそうに食べる女の子はいいよな。市川に全部あげる。だって市川と共有したい思い出動画だぞ。嬉しそうな一致を見て嬉しい山田。あご食い来た。実物を見てはものすごくは効く。あご食い、アニメのも破壊力高いですね。あご食いからのそれはやばいって。備え付けの角砂糖より甘いぞ。山田かわいすぎか。呼吸が止まるわ。ウキウキショッピングってかつてのいいともかよ。初デートの空気感がリアルすぎてやばい。おごられるのはさすがに解消が。市川は何も分かっとらん。お前に選んでほしいんだよ市川。どうしても可愛いって言わせたい山田。はっきりと山田さんに対して可愛いと言ってあげてよ。市川ツンツンしすぎちゃダメよ。脱衣きた。山田さん本当に中学生かよ。山田の着替え頃もずれ。あはっはっは、どこへ行こうというのかね。思春期は想像しちゃうね。噂をすれば田村ゆかり。おねえこのタイミングで試着。だが今日じゃない。バトルシップ感。なんで隠れる必要あった。密室もう始まる。これまたラブコメによくあるシチュ。顔の高さに胸なんだよな。お客様そういうの困ります。ひょえ耳元はいかん。山田 ASMR 出して役目でしょ。市川くん密室でのラッキースケベがすぎる。密室に漂う山田の汗の匂い。市川お前そういうとこやぞ。最高だろ。こんな体験してみたかった。
中学生には刺激が強すぎるんだよな。市川くん、そこまで察せるなら憧れの質すぎるよ。山田の前で初めて僕って言った。マフラー巻き巻きされてる。そのまま山田に飼われてしまえ。これイッチがヒロインじゃん。イルミネーション綺麗だな。好きな人と見るイルミネーションは最高やね。イルミネーションが綺麗なのは山田と見るからだろう。女の子と見るイルミネーションは一味違うね。市川くんは漫画を借りに来ただけです。山田も必死だったんだよな。空初恋の初デートだもんな。手つなぎきた。手握っちゃったね。最後の最後で手つなぐんか。手汗で理解する山田のぬくもり。もう一生洗わないな。これは専属ってガチの地名だったのか。これはもう心臓破裂問題だな。お前らもうはよ付き合いや。もうガチガチ両思いやん。ずっと繋いでるのか。見事すぎだろ。見方によっては朝帰りなのかなとも思える。ここまで攻めても気づいてないふりしてる市川も大概だよな。それはそれとして激ともない。早く歩いたら終わっちゃうもんね。毎週エモさでオーバーキルされるんだが。バイバイじゃなくてまたねっていう女好き。山田サンタ来た。あらかわいい山田サンタ。山田のメリークリスマスかわいい。山田サンタにプレゼント贈られたい人生だった。この時間がゆっくり流れてる演出がたまんねえんだわ。イマジナリー京太郎で福山さんなってて笑った。初デートで後悔はあるある。マフラー持って帰ってきちゃったんだ。俺だって自分より背高い女の子と手つなぎデートでリードされたかったよ。イマジナリー京太郎来た。イマジナリー福山潤。イマジナリー京太郎ギアスト勝つ回想。エッチな場面をすぐ思い出すな。濁川くんトロフィー落としそうだからそこどいて。イマジナリーがイケボすぎてやばい。パンケーキ食べてる姿を市川にしか見せないよと言ってる時点で友達以上の感情はあるだろう。そうかもじゃねえよ。ベッドの上で腰を上下する市川。結局筋肉は全てを解決する理論に帰結。クリスマスコスを送ってくる女の子中いないぞ。とっておきの一枚だぞ。もっと見てくれ。イマジナリー市川と添いね。イマジナリー怖すぎわろた。うなされてて草。今日の体感僕やばは過去最速記録を大幅に更新する体感2秒という結果となりました。メリークリスマス。デート1話に詰め込むと体感時間爆速になるんだな。30分が異常に早かった。姉が出てきた時はうざから見される展開になってしまうかと思ったが、そんなことはなく徹底的に2人の世界を構築してて濃密。体感時間がくっそ短い回だったわ。いやすっごいキュンキュンくるね。くれ、時間の進みようがやばいよ。ほんと作業中に見てると完全に作業が止まって PC がスリープしてるし。はあ、今週もずっとニヤニヤして見てしまった。何週したらこんな青春できるんだ。このアニメの要素抜きで評価してもめちゃくちゃ面白いな。山田も市川もどっちも応援したくなるし好きになるわ。か、最初から最後までイチャイチャしやがって、しやがって。しかしあれだな、アニメで見るともう付き合ってる以外の何者でもないな。手つなぐシーンは良かったな。どっちから行ったのかがポイントだったから。ラスト急に明るくなって光が差してきたから、そういう風に想像してるのかと思いきや、その場所の家がイルミネーションつけた明かりだったな。アニメはマジ光の差し方に命かけてるな。パンケーキに1500円とか中学生にとっては高いよな。中学生のデートはお金かかるんやな。山田は黒のモデルなんで小遣い月3万だぞ。化粧品や服も全部そこから出すから、そこまで豪遊できるわけじゃないけど、それでもデートの費用を全部出すくらいは余裕。イマジナリー京太郎かっこいい。キャストで福山で出たっけって思ったが、Cパートかよ。殴ったら砂ってなりそうなイマジナリー京太郎。福山潤って一昔前だと市川みたいなキャラやってたから世代交代した感じある。山田ただでさえ身長高いのにヒール履いてさらに高くなるの、相手の男を気遣えてない中学生感あって逆にいいな。文字通り背伸びしてる感じもあって。自分より背の低い男とデートするのにヒール履いてくる山田、意外と鬼畜だよな。同じくらいなら気にするだろうけど、これだけ身長差あれば関係ない気がする。自分が一番綺麗に見られたい相手やからな。そりゃ一番気合い入れる。市川が階段を降りようとした時の山田のダメダメ、やだ、が超絶可愛かった。市川が先に並ぼうとしたのを山田が阻止したのって、段差を利用して市川と同じ目線になってたのが嬉しかったのに、それを市川が邪魔したから。多分そう、いつもは見下ろす身長差だから見上げたいんだろうね。
山田がいつも以上に可愛すぎたけど、地味に市川も3割増しくらい可愛くなってた気がする。フードとマスク外したイッチがとても可愛くて、山田の心境に慣れてよかった。コナミ、とにかくイッチを応援してしまう回だった。こいつもヒロインでは自分よりはるかに大人に感じられるであろう山田を前にようやっとる。市川が可愛いアニメだってもうアニメ組も全員気づいてくれたであろう。イッチの踏み込んだら否定されそうって自意識過剰な思考もなんかわかるし、イッチが一番可愛い作品なので貼ってのもなんかわかるわ。これしかし中学生なんて目が合っただけで自分に気があるんじゃないかとか思う年頃なのに固くなだな。どう考えても山田は自分を好きなんだけど、それでもそんな奇跡は信じきれないと市川の心情もよくわかるのです。自己肯定感が異常に低いせい、市川の生活環境でなんであんなに自己肯定感低く育ったのかが謎だけど、今回ずっと1対1なのもあって1と山田の格差も顕著に見えてしまうんよな。1がと一歩踏み込めない原因でもある。中学男子がイブの渋谷であんなキメキメのモデル女子に怒られると価格差感じてもしゃあないわな。山田側は好きな人初デートに連れ出して目いっぱいのおしゃれして目いっぱいデート楽しんでただけなんだよな。そして可愛いって言わせたかった。試着室で姉貴が隣のカップルにイラつくとこ省略というかスルーされてるね。一夜ラブに寄せてギャグ挟むのやめたのかな。お姉が試着室の隣のカップルとのイチャつきに涙するシーンは原作でしか見れない。デートのシーンは見たかったからアニメ化して本当良かったわ。ギャグカットは尺の都合だからしゃあなし。原作からして構成が見どころの連打畳みかけ方式だから、クリスマスを1話でやるにはこうするしかない。だからみんなも原作読もう。まあギャグは原作で十分とは思う。デートの雰囲気でガンガン押してくのにギャグを挟む余裕はあまりなかったし、しゃあない。現実では本格的な夏がもうすぐ始まろうとしている中で、僕やばでは思いっきり季節外れなクリスマスデート会でした。もうなんていうか回を増すことに山田が可愛くなってきても本当にたまりませんね。今回は特に山田サンタに KO されました。ヨウミヤさんボイスも相まってアニメだと一挙手一投足が可愛すぎて、もう可愛いしか言えなくて語彙力下がります。まあでも手をつないだりしてるのにまだこれで付き合ってないってのはさすがにツッコミが入りますよね。市川がラブコメのことをよく揶揄してますが、自分自身がそのラブコメの鈍感主人公になっていることに気づいてないのが皮肉です。まあでも自己肯定感が低いとこういう思考になるのも仕方がないのか。やらかしポイントは実際やらかしてるしな。原作をちょいちょい読んでますが、どうやらカットされたギャグシーンが多いみたいですね。でもアニメはこういうのを入れずにきっちり1話に収めてる構成なので、これはこれですっきりしてると思います。構成の仕方がうまいから今回カットされたとこもどこかで後からやってくれる可能性もありますし、っていうかこれあと2話ってマジですか。他のアニメと比べて始まるの早かったし、残り3話あるんじゃないの。全13話であってくれ。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。